はいどうも、池さんです。今回もドッキリなんですけど、このクソ寒い中にテルさんを外でゲームさせてみようかなと思いまして、でもただ言うだけだったら従ってくれないんで、今回ミニゲーム用意しました。で、その罰ゲームでテルさんを外に連れ出していこうと思います。絶対に外に連れ出すために、最後の問題めちゃくちゃ難しいの用意しました。それじゃあ早速やつをはめていく。おはよう。皆さん。分かった。起き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 た。おはよう。もう朝だよ。何時今？朝。日が昇る朝。カメラ回してんじゃん。いや、その起こし方カメラ回してるもん。何時今？今朝。なんで時間教えねえんだよ。OK Google。今何時？時刻は4時48分です。朝や。まあ、朝やな。朝やな。朝やな。4時48分言うたよ。早すぎない？はい、起きてください。何すんの今日は。座ってください、まず。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。これをこの状態で、はい、今からデバイス当てクイズをしてもらいます。デバイス当てクイズ、はい、全8問です。全8問、はい、結構多いな。寝起きにやらせることじゃない。まあ今回8問正解すると、はい、賞金があります。賞金いくら？5万円です。多いな。そのお金はじゃあどっから出てるの？そのお金は動画の企画費からです。だからあの前も言ったけど、それはキャッシュバックや。それもともと俺の金だから。人はそれをキャッシュバックという。まあ5万円、OK、はい、5万円、ね、で今回ちょっと、はい、テルさんに有利すぎるかなと思って。有利、あーまあデバイスによるけどね、はい、うん、失敗した場合、罰ゲームも用意しました。あの、痛いのは嫌です。あ、痛くない、痛くない、痛くない、はい、じゃあいいよ。何じゃあ、始めましょう。ちょっと罰ゲームの内容知らせて。はい、そうそう、うん、返してくる。なんで渡した？ありますか？これ今開けたでしょ。あったけ。癒される目が。はい、どうぞ。はい、はい、アイマスクを外してください。はい、あ、眩しい。ずっとあのアイマスクしてたい。大丈夫、俺この向きで。うん、はい、オッケー、はい、触って中に入ってるデバイス触ってるんだよね。そう、オッケー。メガネしています。うっし、これさ、うん、箱いらなくない？アイマスクだけでいいんじゃないこれ。いいの？いやいや、箱絶対いらなかったでしょこれ。はい、あ、マウスだ。あ、もう簡単だよこんな。簡単？いい、これいいよ。あの、バシリスクアルティメイト取り出してください。はい、はい、バシリスクアルティメイト正解。正解。あ、もうなるほどね、こんな感じでどんどん繰り出していくのね。はい、全何問だっけ？全8問。あと7問正解で、なに、俺5万円もらっていいの？5万円もらいます。ま、5万、俺のくらいなんだけど。はい、じゃいいっすよ、全然、どんどん行きましょう。もう、ここ置いてこう。はい、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 どうぞ。アイマスクして。めんどくせえ。嘘。嘘。マジか、一番目覚めたわ、それ。めんどくせえ。はい、はい、はい、はい。アイマスク取る必要ないってこれ絶対。ずっとアイマスクでいいってこんなん、マジで。もう行くでこれ、はい、はい、ああなるほど、なるほど、なるほどね。はい、はい、なんだこれ、わからないか。いや、わかるよ、だってこれレーザーだもん。レーザーはね、最短でも1週間2週間は絶対に提供されてから使うから、絶対にわかる。ね、これは、これはね、これはマンバの、これね、これ映ってる、これ映ってるよ。二択なんですよ、マンバで。この横のこの縦のソールで、で、なおかつこの
マンバのこの触り心地なんだけど、このちょっとなんか違う感じ。これね、マンバのワイヤレスもしくはマンバハイパーフラックスしかないんですよ、これ。で、この裏面、マンバワイヤレスとマンバハイパーフラックスの違いって、ソールの大きさとここにこのボタンあるかどうかなんですよ。で、ボタンがあるんで、これはマンバワイヤレスです。出してください。イエー、マンバワイヤレス正解。はいはいはい、マイマスクなんでその高圧的なんだよ。はいはいはい、どうぞ。はい、3問目です。はい、3問目、マイマスク取らないでいくね。はいはい、この形は似たくっす。この形はね、似た形のがあるんですよ。どっちだ。あ、はい、わかりました。何ですか。はい、バイパーアルティメイト正解。イエー、はい、どうぞ。回転率上がるぞ、これ。どうぞ。はい、重たくない？気のせいじゃない。あ、なるほど、マウス縛りではないんだ。皆さん、これ見えてます？僕、当て方があるんですよ。はいはいはい、外してる。はい、で、ここも外れますね。はいはい、もう分かりました。出しますよ、もう。よいしょ。ライジュアルティメント正解。天才じゃない俺。今の当て方天才じゃない。悔しいな。お前あと半分だよ、これ。5万円俺にキャッシュバック。いや、嬉しくねえな、別に5万円キャッシュバック。箱いらんでしょ、これ絶対。もう手渡しでええやん、これ。はい、いきますよ。あ、てかワイヤレス縛りなの、これ。どうだろうね。どうだろう、今んとこワイヤレスしか来ないけど。はいはい、あ、もう分かりましたよ、これ。あの、ランセットです。ランセットの無線出してください。はい、出しました。で、これ意味ない。この箱の下り、マジで。あの、ランセット特徴的なのは、やっぱここの出っ張りなんですよ。ここがね、あの、僕の手に刺さる。こう思った時に、なんか僕の手に刺さるんですよ。これランセットです、これ。正解。はい。俺、なんか本当にこれ5万円もらえるんだったら嬉しいんだけどさ。うん。キャッシュバックだからさ。ただただ、もうなんつうのかな、起こされて。損しかしてない。あ、さっき言ったんですけど、マンバで2択なんですよ。マンバアイレスかマンバハイパーフラックスか、はい、で、裏にこれボタンないじゃないですか。はい、見ても多分ないと思うんですよ。これ見えますかね、これ。ないんですよ。はい、でも代わりにサイドのここに1個ボタンがあるんですよ。これがあのマンバハイパーフラックスの特徴です。はい、マンバハイパーフラックスです。正解。余裕なんやが。これあと2問でしょ、だって。あと2問、余裕やで。10万円ぐらいしてくれや。5万円です。5万円、俺の金な。あ、ちょっと重い。あ、重くないか。はい。あ、無線縛りじゃん。無線レーザー縛りじゃん、これ。簡単だよ、これ。これはこの小ささで、ここが多分開くんですよ、ほらほら。で、これ電池入ってるんですよ、中に。で、これは、いや、読み方合ってるかどうか分かんないんだけど、俺はアシリスって言ってたけど、多分アテリスだっけな、これ。レーザー、アシリス、アテリス。ちょっと読み方が分かんないんだけど、なんて読むんだっけ、これ。レーザー、アテリス、アシリスです。正解。ラスト1問じゃないもん、これ。ラスト1問。はい。どうぞ。あと無線のやつあったかな、レーザー。未発売のやつとか出してこられない限り、もう分かるで、俺。めちゃくちゃ古いやつとか。どうぞ。はい。いきますよ。どうした？あれ、最後本当に難しいやつ出してきた？え？ちょっと。よいしょ、外すわ。よいしょ。本気出してきたぞ。いや、わかんないこれ。ほっとありますけど、目がすごい癒された。え、なにこれ、マジで。これ俺のじゃない、まず俺のマウスじゃないでしょ、これ。まあ、テレさんのマウスとは言ってないよ。あ、マジか。あ、わかんねえ。え、むずくない？最終問題ですから。待てよ、レーザーだべ。レーザーで、無線でこの形で、アシリスみたいなやつあったかな。え、でも、AK さん持ってんの？レーザーって、無線のキーボード昔出してたんですよ。無線キーボードと、なんかマウスセットみたいな。あ、おー、はい。出してて、これなんじゃないかなっていう。そのなんかマウスなんじゃないかみたいな。あれセットだったかな？いや、違うかな？マウスセットではないのかな、あれ。かなり古いやつだぞ、これ絶対。クリック感すげえやばいもんだって。で、ソールもなんか、どこに挟ってるかわかんねえもん、これ。あ、これか。これがソールで。そんなに俺に5万円あげたくないの？
そんな難しいの。いやまあでもこれテルさんならわかるな。でもな、ほんと分かってんでしょ。いやいや、わかんないわかんない、マジで名前が出てこないもん。折りたたみ式のキーボードでなんか足元に置いてリビングとかでマウスできるみたいな。 Xbox とつながるのかな。キーボードの横からシャコってなんかシャコってなんか板が出てきて、その上にマウス置いてできるよみたいな。キーボードとマウスパッドがセットみたいな、そのマウスなんじゃねえかなっていう大きさ的に。確かね、名前がレザータレットみたいなやつの付属のマウス。いやでもこれ池さん持ってたら俺びっくりするけど、これ逆に逆にあと逆に池さんがこれこのために買ったんだとしてもびっくりする。あ、企画費そこに使ってるんだみたいな。この箱とそこに企画費使ってるんだってなるから。わかんないけど、多分じゃあレーザータレットについてくるレーザーのなんか名前がわからないマウス。はい、じゃあ取り出してください。はい、じゃあ取り出します。はい、はい、オレンジにあったエレコムのマウスです。あれエレコム？エレコム？エレコム？分かるわけないじゃん、そんな。分かるわけねえじゃん、エレコムの生マウスなんて。なんで出してんだよ、こんなもん。壊れてたんで、有線だったんだけど、抜いてきました。あ、そう！おう！おい、引きちぎってる、これ。無線ですらねえのか、お前。あ、なるほどね。レーザー縛りじゃねえんだ。レーザー縛りじゃないです。レーザー縛りじゃないし、無線縛りと思わせてこれ有線なんだ。もっと有線マウスなんだ。これ壊れてたの。これ壊れてた。よくこんなん持ってきたな。じゃダメだよ、こんなエレコムのなんて出したら俺の動画で。俺には関係ない。なんでわざわざスポンサーに牙を向くんだよ。これ最終問題でしょ。最終問題。最終問題、これ絶対これいらなかった、この箱。、はい、最終問題に、はい、外れたけど罰ゲーム、はい、罰ゲーム？罰ゲームです。勝っても別に俺お金もらえねえしさ、キャッシュバックだしさ。あの、罰ゲームだし、なんなん。はい、罰ゲーム何？罰ゲームは、今回は外で指示をしてもらいます。どういうこと？ポリス。あの、何の意味があるのこれ。ただの罰です。罰きつすぎるよ。あの、指動かねえんだけど。ちょ見て俺これちゃんと見て、これ映してよ、これ映してよ、この画面を。ちゃんと指示してんだよ、これちゃんと俺指示してんだよ。テロハントしてんだよ、これ意味わかんねえ、これ何の意味があるんだよ、これ手かじかんで全然できねえよ。今これ何度か分かる、外。外今7度。7度？マイナス7度。マイナス7度。アホちゃんもマジで帰ろ。アホフィッテさんに来ております。資料置き場です。これまずいです、世に出してしまったら。こちらもフォロワーさんのために。ダメ着欲しいです、僕。全部ください。